まあ、その辺の出塁率のアップっていうのが当然タイガースの攻撃力のアップになります。どうやらグワッグラブからボールはどうかな、え、アウトか、アウトです、アウトの判定です。ちょっとこの放送席から見づらかったんですが、今宮が顔を押さえてます。顔からちょっと落ちたですかね。あの一回ボールが跳ねるのは見えましたけど、そうですね、一回グラブから出たように見えたんですけど、はい、その後すぐキャッチしたんですかね。そうですね、あの外野の柳田もアウトアウトというあの仕草をしながら近づいてきましたけど、審判もそばで見て確認するような作業の後アウトを制しました。ご覧いただきましょう。一旦あのグラブから白いボールが見えるんです。これここ飛んで、あっと取ってますね、取ってますね、はい、すごいすごいプレーですね。いや、すごいプレーです。この角度もっと分かりやすいですよ。これで弾いて、これだけボール離れてるんです。で取って顔から落ちた。うわこれすごいプレーですね。 まともに顔から落ちてましたね。いやこれはちょっと最初ヒットじゃないかというね、事情わからない時には、はい、タイガースはもうAアウトなのという感じだったんですが、はい、今やっぱ大きな拍手になりましたけど、そうですね、これはすごいですね。これおそらく今シーズンの中でもファインプレー集の中には入ってくるプレーになりますね、はい、これね。その今宮がベンチに引っ込みましたが、ちょっと治療で時間取りますかね。もう一度ご覧いただきましょう。これでまあグラブに当てて、これ白いボール見えますか、弾いてこんだけ距離あるんです。普通はこのままグラウンドに落ちるんですが、落ちますけどね、諦めないでグラブ出して、いやちょっと波の選手じゃないですねこの反応はね、はい、すごい身体能力ですよ、ね、この今グラブに当ててるこれもすごいですけど、はい、この身体能力はすごいですね。で顔から落ちるのもものともせずですからね。そうですね、